よし、じゃあ2時7分配信では3日目やろうかなと、思いますよ。やっぱ FF の FF のこれやろ、 FF の曲メドレー、シングルプレイ。今のはあのスパイクアウトの、スパイクアウトの時のあの声な。プレイヤーボス。はい、やります。あ、どこやこれ、狭。あ、そうか、ちょっと待ってよ。配信じゃなかったから曲ありにしとったけど、よっしゃ行こう。まずはあれよね、家の上にあのうんこみたいな寝床を作りましてね。よし、2日目の配信が終わってから何をやったかを言うてったらいいよね、言うていくべきやね。あ、ここの階段とかもなかったっけな、前は。ちょっと調子乗ってこう階段、ほんま城の外側をこう上がっていくような階段にしたかったけど、上はちょっと仮で土ですけど、階段ってやっぱ作ると便利やね。ジャンプせんでも上がれる階段を作ると。うん、画質上げたからね、重いと思うよ。よいしょ、前天井なかった。そうか。怖いな。まあ、近いわな。おら。とりあえず羊を殴っとこう。なるべく石とか使って殴ろう。素手でもええ。バケツでもええ。よいしょ、よいしょ。牛、牛、牛、牛大好き。牛は皮を落としてくれるから、皮で装備が作る。これがメインの家やったわけやな。なんかこの辺草がはげてるでしょ。ここも穴開いてるけどね。あの爆発するクリーパーってやつが2体同時に来てね、思いっきりこの2箇所あの破壊されました。とりあえずまあ埋めたけど、なんか天井低くなったわ。家の中でもなんかゾンビの声がするようになってもたな。物置増やしました。ダイヤ4、ダイヤ見つけたよ。もうちょっと地下にもしまってあると思う。鉄とかもだいぶ増えたね。でこの箱はもう石だけ。石がこれほど大量に溜まるぐらいは地下を掘りました。これ砂利と土やな。うん、おー、この赤いやつめっちゃ出たけど全然いらんわ。なんかこのレッドストーンってやつ、いらんよね赤いやつ。なんかわからんけどさ、
整理せなあかん。あ、この石向こうの家に持っていくつもりやったんやな俺。コンパスが作れる。コンパスなあ、あんまり、まあそのうち作りましょう。そのうちとりあえずは2日目の配信が終わってから今までに何やったかっていうのをおさらいしとかんとね。鶴橋持ってよ、鶴橋こんだけでいいか、なんか大事なもん忘れてないかな。うまいか、飯行こう。よし、あ、ここもドアつけたんよね。ここにドアつけんと、あそこのベッドで寝てたら猫に襲われて何回も。ここにドアつけたらなんか大丈夫になったわ。安全じゃない状況で寝ると襲われるらしいね。ちなみに一番最初に作った家とかも 100% 襲われるわ。なんか危険なんやろな、だからまあ一番最初に作った家ではもう寝てないです。エアハウスとして。どこやったっけ、どこやったっけ、俺こっちや、あれこっちじゃなかったと思うな。こっちは最初に降りた方やな。あんまり掘ってない方やなこっち多分。こっちはまだ開発してない。一番最初に降りた方やね。こっちじゃないわ。こっちはそんな掘ってないです。まあまあ迷子ですよね。目印は何をつけたんやろな。よ。レッドストーン。ああ、なるほど。レッドストーン？レッドストーンってどういうこと？あの赤い岩ってどっかにポンって置けんの？今持ってないわ。これ塞いでるわ。あ、巻く感じになるんや。へえ。岩じゃないのも確かにイチゴみたいに見えたけど、まあ、イチゴではもっとないわな。うっさいな、もう怖い。導線、へえ、そうなんや。あ、こっちや、こっちや、こっち、こっち、よしよし。こっちをね相当掘りましたよ。箱も置いて、作業台も置いて。ああ、ダイヤ8あるわ。うん、あ、ちょっと持って行ってみよう。よいしょ。最初掘ってったのはこっちやねん。こっちずんずん進んでいって、でこうやな、地下に掘り進んでいって、確かこの辺でなんかレッドストーンだか金だかが出たんや。でテンションが上がったんやな。だいぶこっから横方向に掘っていったね。うん、全部掘っていくとちょっと面倒やなと思って、こうなんていうの、碁盤状にというか掘っていくという技を編み出したんやけどね。これやったらもう道が全くわからんようになってしまって
めっちゃ迷うようになったもんだこれ。うん、多分だから昔の京の都なんかもみんな迷っとったんちゃうかなと思うわ。うん、でまあかなりまあ掘ったんやけども、あんまり何にも出んかったよね。でまあちょっとこう、あ、ガラスで塞いだりもちょっとしてるけど、溶岩をね、あんまり深すぎても良くないという、あんまり深すぎてもいいアイテム出にくいよっていうような情報を見まして、じゃあもうちょっと上掘ろうかなということで、こうか、もうちょっと上も掘ったりして、掘ったりしてね、こことかもちょっと、これどっから降りたん、これこうか、掘ったりして、まあまあまあ鉄はいっぱい出たけど、これ土で塞いでるけど、この中はマグマでしたね。うん、で結局また結局深く掘っとるやないかってなって、俺はもうちょっと上を掘りたいんやということで、よいしょよいしょ、ちょっと上行って、まあ、掘ったんですよ。ここがもうほんま完全に方向わからんようになるわ、これコンパス欲しいわ、地図作ってないです。これ見てもこれ怖っ。地図は作りたいな。めっちゃまあ掘って、それでもあんま出んかったのかな。ずんずん掘っていって、これずん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 教の野望、これはセガのアーケードゲーム。そう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 、あの諸葛亮の、ほんでねこう声がするんやな。もうそう、ほんま諸葛亮のあれみたいになって、方向わからんようになってで、ずーっとほっとったら、あのね、とにかくゾンビの声がすごいするから、敵の声は大きいやろな。ちょ、ゾンビはどこにおんねんと思って、ゾンビがおるとこちょっと突き止めたいなと思って、じゃちょっと上方向にさらに掘っていこうかなと思って、上方向へのルートを作ったんやけど、それがどうか分かれん迷うわ。どこやったっけな、よっ、こっちかな。上方向に進む道を作ったんやけどな、迷うわ戻って、ああ、ここかな。これさっきどうか迷うわ。ここさっきだから、どこやったっけな。設計ミスやなこれ。うわ、ここ絶対さっき来たわ。目印、ここか。なんやこれは全然分かれん、全然分かれん。あれどこやったかな上がるところに松明をちょっと多めにこうポンポン立てた気がすんねんけどな。戻ってくるわめっちゃここ戻ってくるわ。あれどこやったっけ、あれと思って、目的地を探すともなく歩いてると、なぜか同じ場所に戻ってくるわけだ。おかしいなーと思って、あれーと思って、いや、5番上におっとるからね、
壁沿い移動したらぐるぐる回ってしまう。俺何回も同じとこ来てるわ。わかった、生きてる洞窟じゃないんだって気づいてね。同じ景色すぎる。どこや、上がるとこどこや。マジでどこや。あった、 BGM 空気読みすぎや。あ、確かにちょっと多めに松明あるわ。わかるかこんなもん。ちょっとここにちょっと置いてみようか。え、どういうこと、ここに一回置いてみようか。間違えた。うわ、何これ、繋がるってこと。おお、え、気持ち悪い、何これ。え、これって あ取れるちゃんと。あ、すごいすごい。どういう風につけようかな、どういう風につけたいの。壁にはつけられるのか、地面だけか。なんかこう床に、なんかこうしとくか。わかりにくいな。まあ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 、こうしときゃまあ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 ええか。よしよし。方法ですよ。この辺特にゾンビの声がしてたから、ちょっと上がろうと思って。よし。上りの道を作りました。で、この空間は一番最近掘った場所かな。これとりあえず無視して。上がって上がって、上がってったらここで空洞があって、怖いわ。ここゾンビ結構おったわ、うん、で倒してうん、でちょっともう一回上にちょっと掘っていこうと。あの通りちょっと迷いやすいから近道作りたいなと思って、上にこう掘っていきました。延々と掘っていきまして、ガンガン上がっていった。ガンガン上がっていって、で水の音するでしょ。お、もうすぐ外かなと思ってここバーンって掘ったら、あの水がビシャーってこう流れてきて真っ暗、あの壁につけとった松明とか全部消えて、真っ暗の中画面見えへんようになりながら、水で流されながら酸素どんどんなくなっていくみたいで、死ぬーって思ったけど、横にスッてよけたらこう大丈夫やってさ死ぬか思った言うて、で松明の付け方変えたんやけどまさかの海底に繋がっているっていう、まさかの海底に繋がってまして、なんとかしたいなと思って、しかも夜やったんやけどね、結構深いとこでね、なんとかせなあかんと思って、こう海底からなんやろ、あの水が流れてこうへんようにしようと思って、海底から浮かび上がりながらこう石を積んでいって、井戸みたいにしてさ、一回井戸みたいにしてみたんやけど降りられへんやんってなって確かに水は入ってこようになったけど降りられへんやんってなって、もうで、はしごを作るっていう手もあったんやけど、結果的にはですね、よいしょ、これ
果的にはこのような階段を作りました。あそこは井戸やな。この辺なんかぐちゃぐちゃなっとるけど手順が多分俺すごい おかしな手順を踏んだから変やけどね。最初とにかくここ一瞬バーン積んだんやけど、もうここから浮かび上がりながらこう砂利積んでいく。で最初一回道を作ったんやけどね、石積むの大変やなと思って。で砂とか砂利やったら下に勝手に落ちていくから、それを使ったらこう道が作れるんやないかと思って。でも砂利がないぞと思ってね、ここごっそり掘ったったここ全部砂利やったけど全部掘ったった。これ工事の跡が生々しすぎるで砂利でバーン道作って、で階段作って、一回満足したんやけど、どうせやったらトンネルみたいにしたいなと思ってガラスの天井作ってトンネルにしたんですけど、ただその両壁が最初に両方に壁作ってもたもんやから、もうなんかおかしなことになってもう、まあでもええかみたいな。家が割と近いほら、あそこ。行けるようになりました。いや、この周りにこの積んだ砂利をさ、また取り除こうと思ったらめっちゃ大変やから、これ。この砂利を取り除いたらまあ綺麗になるけどさ。かっきれい、きれいやねんけどな。よし。牛は、乳は取れるんかな？俺それはちょっとよくわからん。皮は取れる。取れんかったけど。取りや。この辺のこう空洞の出来方ももうすごいね。これ、よっしゃ、買われた。いいよ。あ、バケツで取れるんや。へぇ。なるほど。まあまあまあ、そういう感じで、近道作りまして。あ、そういえばドア作るつもりやったのに忘れた。まあ、あそこの壁はまあ、そのうち壊すとしよう。で、この空間やな。この空間はちょっとあの下の反省を生かして、柱を5マス間隔で柱を作って両サイドに松明をつけて、あともし水が流れ出してきても消えへんようにちょっと一段高いところに松明を置きまして、駐車場みたいになってこの辺からでもめんどくさくなってきて、ちょっとこんな感じになっとるけど、ここもね、わかるかな、水音がするんですよね。おいっこした、よっ、ダイヤあったよ、ここに。まだ掘ってないけど、まあ、脱になるよ。で、ここも空洞が開いて、溶岩地帯ありました。溶岩地帯あったわ。水音がしたってことは水近いってことよね。そう思ってるんやけど。そうじゃなかったらおかしいもんね。
とりあえずこのダイヤ掘ろう。いいねえ。なんやこの音、ほらバシャバシャ聞こえるでしょ今。ほらほら、水で誰か暴れてる音するでしょ。例えばここを掘ってるときあまりにもあの寂しかったから、ここで鶏卵を投げて鶏を放ったんやけどな。完全にどっか行ったな。和むかなと思ったんやけどね、あの狭い通路進んでるときに鳥が後ろから押してきたりしよるから思いのほかびっくりする。よし、ダイヤ掘ろう。まかり間違ってこい。10個くらい出てこいや。よし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 。鳥探し出したいね。というわけで、ダイヤがまあ10いくつかなんか手に入ったわけやねんけど。ダイヤは何に使うんやろな。やっぱりツルハシかな。ダイヤの下はもうあの下の溶岩地帯ですよ、空洞の。下に下に掘っていったりするとやっぱボンボン空洞ができるから、横に横にかなと思って。ダイヤモンドカッタープロレス技や。すぐにそう、あのネザーとか言うやろ。そういうのほんまもうやめよ。そういうの、そういうもうそのマインクラフター目線やめよ。ダイヤはピッケルと剣。なるほどな。地下が水浸しになるのかみたいな。でも道作ってもだからな。で、普通にやってたらそんなすぐ、そんなそのネザーとかそんなすぐ行けへんやろ。そんなすぐ、それはもうゲームの寿命縮めるで。ゆっくり行こうや、ゆっくり。うわ、夜や。怖い。まあ、家近いし大丈夫やろ。暗い。怖い。こんなこと言ったら爆発したんや。あ、おる。あ、怖い怖い。素直に寝るわ。屋外にもバンバン松明を立てるべきやな。せめてあの階段のところまで。恐怖は怖いよ。家の屋根と側面爆破されてみ、怖なるよそりゃ。とりあえずダイヤのツルハシを作るか。ダイヤのツルハシ作ったらもうほぼ壊れへん感じなんやろか。あれ、ダイヤ持ってなかった。だからといって何でもかんでもそのダイヤのツルハシで掘るのはもったいないんかな。どうなんやろな。鉄の2倍やったらそれほどでもないんだよ。そんなことない、そんなことないっていうのはもったいなくないってこと。とりあえずツルハシ作ろう。初ダイヤ製品。
剣も作っとくか。おい、もうあれやん、この剣のこのなんていうの、つばの部分とか、この取っ手の部分にはもうダイヤ使わんでええやろ。ちょっと節約できたんちゃうんか、それうまいことやったらよ。こんな装飾にもこだわるから2個使わなあかんのちゃうんか。作るけど、よし、ダイヤあしらってんのに取っ手は木やねんな。鉄の6倍、そりゃすごい。こんなんもダイヤ製品2つ以上もじゃるくん怖すぎるやろ。ダイヤのスコップ、ダイヤのスコップもいいの。なんとなくこうやってる感じ、スコップで掘ってるもんってもう素手で掘っても別にそない時間変わらへんみたいな。せいぜい石のやつで十分なんかなっていうのがいうような印象やね。鉄のスコップはもったいないかなって初日か2日目に、言われてたのはまあそういう意味やったんかなと。やったらわかるね。うん、だから石で十分かなと思った。ダイヤのクワ。金余ってるやつの考え方やな。ほら明るくなっただろ。の考え方やな。とりあえず、2日目の配信が終わってからやったのはそれぐらいかな。あれ船なり金やからね。船なり金って言われてもようわからんけどな。倉庫パンパンやわ。どうしよっかな。もうなんかいろんなとこずっと掘ってたからな。ダイヤの鎧ってどうなの。革の鎧、革装備結構作ったけど、革装備ってすぐ壊れるね。修理できたやのにな。ダイヤのベッド、肩アホ。ダイヤとかなんか多く持っとけばブロックになるらしいよ。スキン一応かわいい職人にしとこう。スキンっていうのはダンボール落ち着くわ。俺前も言ったっけ、ウルティマオンラインでは革装備をいつも着とった。ダイヤ4つでダイヤブロック1個、嫌やわ。ずっと鹿飼ってたわ。ツルハシしまう場所がないわ。弓矢とか作りたいな。順番的に俺が次作るのは弓矢じゃないか。な、そうやろ、そりゃ。な、俺弓矢も作ってないんやから、もう。こうやったっけ。おいー、ボウ。間違えた。拾って。矢はね、なんか勝手に死んでるスケルトンから拾ったやつあるけど。
矢は羽と矢尻とあと何？木？棒か。これでできるってことか。よよ、おお。矢尻とか羽って多分矢を作る以外に使い道ないよね。全部使ってしまう。あ、火打ち石。火打ち石って何やったっけ。火打ち石って何でできるんやろ。あが、わからん。ウィキを見よ、ウィキを。火打ち石、火打ち石。鉄の延べ棒と矢尻が。ありがとう。教えてもらった方が早いわ。鉄の延べ棒。これ多分作業台いらんか。配置がわからない。よし、やはり見よう。斜め。ピッ、ピッ、ピッ。あれ、どういうこと？あが、やっぱわからんわ。見る見る、素直に見ます。レシピ。どれや？あー、あったあった。石が上か。どっちでもええやろ、こんな。別々のものなんやから、これな。しゃあ。火打ち石か。よし。弓は弓を持てばええんか。おお、おお、すごいすごい。思いのほかすごい勢いで撃つな、これ。気持ちいい。いいじゃない。これは耐久度とかあるんかな。あ、耐久度あるわ。火ついてもた。なるほど。シュイシュイ言うてんのは雲の鳴き声かな。なるほどな。やっぱ火を起こせんとな。火は安らぐわ。火は起こせんとあかん。そうじゃないとやっぱベアグリルスのようじゃなれ。うん。チェストに火打ち石を使うといいよ。一回それ試してみて。それ見てから考えるわ。よーし。じゃあ、そうやな。遠くに行こう。遠くに行きたい。水しまっといてバケツ持って。よし。うん。よくわからない土地に行きたいな。とりあえず寝よう。あれ？夜じゃないから寝れませんって。ほんまや。よし！この家出た時に上から襲いかかられるのが怖いねんな。
雲はどっか知らんとこか。地図作りたいな。そうか、地図作りたい。ただいま。地図や、地図の作り方。コンパスと紙8つ。紙の作り方は、コンパスは作れるな。鉄のインゴット4つとレッドストーン。サトウキビないわ。なるほど、今日の目標決まりやな。サトウキビを探そう。船も作っとこう。船船は木か木材か、どっちや。コンパス、よし、まずコンパス作っときます。鉄4つとレッドストーン、コンパス。よし、で船は木かな。あ、できた。うぇーい、ボート。オッケーオッケー。よし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 、すげー。おっしゃー、木管とかでええけどな。うわ、そうやそうや。待て待て、ミルクをいただいていこう。へい、めっちゃ簡単に取れた。うわ、卵も。話は聞いたぜ。冒険のために出るんだって。こいつを持っていきな。ポン。なんという男前な動物たち。よし、サトウキビか。どういうとこに入るの。やっぱあったかそうなとこか。向こうはなんか雪降ってるもんな。向こうじゃなさそうやな。あっちの方かな。あっちも白いな。あれは砂の色か。水辺。でも完全にボート使えってことやな。ちょっとここに帰ってこれるように明かりを灯しておこう。乗れた。ああ、動く動く。もう暗くなりだしてないですか。船出のタイミングとしては最悪やな。よし、戻れ。もっと早く動けへんのか、これ。船って、ぶつかると壊れる。マジか。船って置いといて大丈夫なのこれ。勝手に流されて行きよった感じやけど。よっ。
よっ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 、よし、ただいま。寝よ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 。ふぅ、今日もすごい大冒険やったわ。おはよう。ふぅ、よし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 、よし、さあ行こう。船をほっといたら壊れたんです。へえ、いやいや、こんばんは。早いな、しかし船は。新大陸目指そうす。新大陸沈んどるこの島狭。おお、何の音これ、何や、氷か。まだここも寒いか。これマインクラフトっていうゲームで、よし、もう3時か。サトウキビってどんなんや。まあ、竹みたいなやつかな。テクスチャーを変えてあるのもあるしな、よくわからんな。動物がいっぱいおるかな。海岸沿いな帰れるかなこれあっちやな。もうなんか聞こえる。これは違うの。これはただの草かい。竹みたいなやつもっと長いか。ここも雪降っとるな。足。コンパスはよっ使ったんか。はあはあはあ、なるほど。使うまでもなくもう画面に出とるな。なるほどな。いいじゃない。どこや。高いとこに登って見た方が良かったかな。ベアさんならそうしとったな。でとりあえず山を見つけてチムニーで上がって、でその後水を探すわ。お、あれちゃうの、あれやろ。見つけたで。よしよしよし。おっしゃー、これやろ、間違いない。おー、なんという自然、なんという自然の溢れた島。うわ、あそこもなんかすごい。お、もう船を止めといてくださいと言わんばかりのこの入り江。まもなくセルビナに入港いたします。はっ、しゃあ、これは斧でんかな。おお、一振りで。そこは素手でもいいか。お前やらか、めっちゃやらかいやん。もっと生えてないんかな。ちょっと船、あれもあんまりない。うわ、すごい自然や。栽培か、なるほど。
もうちょっと歩いて行ってから。すごいなこの島。ゴイスやな、ゴイス。おい、心くすぐるやんけ。あんま生えてないな。よし、じゃあ帰って栽培をしよう。栽培も初挑戦やな。何よりももう帰らな、家の方向がわからへん。よし、あばよ、なかなか楽しかったぜ。なあっちの方、こっちを指しとるけど、ちょっとでも島を一個迂回してきたよな。もう一回行ってみるか。これ何でも好きなことをするゲームやね。目的はない。違う方向を指しとるぞ。すごいミスったかもしれんな。これは最初の、ん？ここは俺知ってる場所か。合ってるかな？分からへんな。合ってるかな？違うかな？どうや？あ、合ってるか？合ってるか？おお、明かりが見えるわ。合うてるわ。うん、よかったよかった。コンパス。コンパス全然違うとこ指してない。おい。なんやねん。最初の位置しか示さへんの。なんじゃそりゃ。こう船とか多分流れていくよな、こんなん。よっ。うん、前かでも。よっよっよっ。栽培か。栽培なぁ。栽培？ここはやっぱ仕事場って感じやからな。栽培するんやったらやっぱあっちの。でもあっちの家もな、そんな、なんか家っていう感じじゃないよな。あ、そっか、水がいるんか。まあまあいいか。じゃあこの辺で、こう今流してる BGM は全部 FF11 やね。水と隣接。でも水は別に引いてきた水でもいいんでしょ。どうすっかな。重要な更新プログラムのインストールを完了するため、コンピューターを再起動してください。いやね、クソ。ちょっと待てよ。後で通知してください。1時間後に。どうしようかな。じゃあ家とあの下り階段の間のこの辺の山削って畑にしよっかな。
下に並んでる T シャツはなんか防御力を表しとるみたいな。選択指数。岩出てきたやん。畑作ろう思てんのに岩出てきて夜やん。夜でももう作業できるぐらいこう、なんやろ、ろうそくちゃうわ、松明立てといたらええんちゃうんか。そうでもないんか。さっさと帰ろう。スコップ作っとくか。シード、種、いつの間に。よし。あれ、棒持ってないやん。棒を作りまして、置き換えまして、養蚕掘るぞ。よしよしよし。そうか、クワか。クワも作らなかった。クワ、クワはこうか。ストーンクワ。よし、もう2個作っとこう。仕事仕事、明日寝よ寝よ。でも寝るとき怖くて剣に合わしとかな。安心できん。出た後のこっち確認せんのほんま怖いわ。なぜこの辺をさら地にしよう。するみたいなことは配信外でやればいい。とりあえず小さくとも畑を作って寝るか。水はどっかから引いてきたらいいよな。どういう感じや。松明バンバン潰してるわ。そんなとこに温度が悪いわ。うわ、砂利出てきた。土っていうのはこの土でええんかな。だから一回この砂利をどかして、よしよしよし。頑張ってみようかな。土ってこの土でいいな。さあ考えよう。水やな。なんかあの、なぜかできてしまったあのくぼみからドゥエーってこう水出てきた格好やな。まあええか、それは。どうしよっかな。わ、なんかミルクあるわ。
あれ今どうなったの、ミルク使ったらどうなったの。テグスちゃんなんとかってやつ名前覚えてないわ。こういうとこバン使ったら、おい、ああ流れる。すげえ、畑では絶対にないわ。よっ、なるほどな。隣接っていうことは、ああ、分かった分かった分かった、分かっていんぐ。え、隣接って1ブロックまでしかダメなんやろか。だんだんにしたいんじゃん。1ブロックってことは、こっから流して、流して、どんな風に流れてんだろうな。やりながら考えよう。え、こっから水をブエー流して、ブエー刺して、うわっ、流れるブエー刺してやな、刺して。実際こんな状況で栽培してもあれやな、育っても回収しづらいな。絶対回収しづらい畑できるわ。いや、なんかやることに意義が。あ、水の中にも入るの、マジか。でもじゃあもう水槽みたいなの作ってズゴズゴ植えたいってことか。その方が楽やな。育たへんのかい。なんじゃいそれ。流して、あ、こういうことか。なるほどな。こういうことやな。どこまで水って広がんの。意外といけん、いかへんな。いけん言うてもたわ。こっち、そうか、水源があそこやからか。水
からある程度の距離までしか行けへんな。え、ちゃうわ。よし。よ。まあ、水源変えりゃええやろ、一応って。え、水源を2つ重ねると無限になる。マジで。やってみよう。あれ無限になったんやろ。これ壊したらどうなの。大丈夫やな。あ、大丈夫や。あ、大丈夫やん。よしよしよし。水源と水源の間が、あ、そうなの。水源と水源の間が無限になる。無限になるということは要するにどういうこと？間が、じゃあここにバンって。ちょ、ごめん返して。じゃあここにこうしたんか。2×2 の穴の中で対角線上に水を。まあちょっと後で。ネット見とくわ。暗くなってきたな。まで行けるんやろな。さあ帰ろ。ただいま。 BGM いいね。流れてくんのええな、これ。ここまで行くんだな。よっ。よっ。はっ。よくわからん。よくわからんようになってきたが。まあいいや。作業する人が歩きやすい道も作っとかなあかんじゃん。まあええわ。まあまあまあええわ。植えてみよう。あ、そっか、まず桑か。桑と種を持っといて。種でええんか。サトウキビ自体ガンって植えたらええんかな。あ、え、これを、おお、え、めっちゃすぐ、あ、こうしてすぐに植えなあかんのか。植えた、植えれた。あ、俺種一個しかない。あ、踏んだら壊れるんや。なるほど、それは怒られるわな。4マス先まで育つ。4マス先まで育つ。そうなんや。じゃあ、とりあえず、ちょっといまいちよく分かってないけど、とりあえず掘るっていうか、ギャン、とりあえず畑にしよう。とりあえず。畑って。
流れ、まさにこう流れ作業を、うまいこと言うたな、これ。サトウキビって植えんの、これ。どうしたらいいの、植えるって。普通の土でええの。じゃあ、よし、高屋さなあかんねん思った。あ、ほんまや、うわ、植えてた。え、ちょっと普通の土に早く戻ってもらえませんか。よしし。増えるっていうのは伸びるってことか。水中植えられんで、植えてから水が流れてきたらってことかな。あれ、植えられん、植えられんな。伸びれば OK ってことか。なるほど、一番下を残して、なるほどな。ちょっと高すぎたわ。おー、めっちゃ増やそう。もう俺、めっちゃ上を、こっからこう流れ作業。ええがな。耕したブロックを掘って、また元のブロックを置いた方が早くないか。もうそんなことを言うたいかん。情緒。海やったら、植えれんな。よくわからん。てか、ここでよかったんや。まあ、ええわ。いろいろ植えてみたいな。確かにそんなチャットあったような気するわ。え、この辺も植えれるんかな。これは何かね。白樺、あ、木か。木ね。木か、まあ、木もやっぱあるといいよな。光が当たってないとダメ。へえ。小麦の松明を置くと夜もさ、さあ、なるほど、光があるから。間は三松ぐらい。ほうほうほう。へえ。伸びても。上の方まで切れるようにしたい。
歳三さんっていう光でも大丈夫だよ。ちょっと何言ってるか分からへん。あの鶏、俺の植えた種食うてるせえへんやろ、伸びた。すげえ。俺、どこであの種手に入れた。動物が踏み荒らす。ああ、そうか、ありえるよな。柵、柵を作るか。突き落とされそうになった。うわあ！クワで地面を耕してると種が出る。あ、そうなんや。そして長い草からも取れる。ほう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 。よし。種を探しに行こう。向こうの方が、あの、一番最初の、初期ポイントの近くが結構自然があったんや。あら、羊の毛とかなんかいろんな色があるみたいやけど、なんか使い道あんのかな。こういうのか、こういうやつか。ちゃうか。おしゃれな家。あんまり関係なかったかな。夜や。おおおお。ほんまやほんまや。あ、出る出る出るな。夜や、夜が来るぞ。よし、最初の家で寝るか。やっぱクワじゃないとあかんのかな。急げ急げ。ベッドの位置変えたんや。大丈夫か。よかった。よっ、テクスチャーで雰囲気変わるね。雰囲気って言ってま、雰囲気で言うんだよ。おお、種出るわ。増やせると聞いたけど、とりあえず。おお、楽しいな。よし、おらおらおら、種出せ、おら。
ひた。この落下ダメージで防具傷んでいくん嫌やな。伸びとるがな。よ、4マス先まで。だいたいこれ何が育つのこれ。俺今何を育てようとしてんの。どういうことや。小麦。そう、バンバン植えとこう。パンが作れる、マジで。よ。よし、で、これで、上だけ壊せな。拳で。根っこの方だけめっちゃ太くなっていくやん。よし。うわ、早っ。ちょっと目離したら。よっ。紙作ろう、紙。これで、え、何これ、シュガー？ちょっと待って。紙をどうやって作るんや？横三マス。うわ、ほんまや。ペーパー。めっちゃアイテムいっぱいやわ。どうしよう。神が八つか。よしよしよし。ほんで、神を九つ。じゃあ八つ。で、真ん中にコンパス。マップ。地図は作った場所が中心になる。へぇ。作った場所？作った場所というのは、要するにもうこの場所ってことか。初めて使った場所じゃなくて。まあ、いいか、作ろう。あ、おお、お、すごいな。すごいな。視点を下に向けると地図を見えるっていうのが、それらしくていいな。これは、マップゼロって書いてあるわ。もうちょっと気が利いた名前つけられなかったのかな。お前方角わかるやん。すごいことや。なるほど。やー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 、ティリリリ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 ティリリティリリティリリ。おお、広がっていくぞ。良きかな。すげえ、地図を埋めるだけでもなんか楽しいな。カラーなんやな。うわあ！これは何や、氷か。俺があんな狭いって言ってバカにしとった島が。こんにちは。氷か。
イテムいっぱいや。マジか。アイテムがいっぱいとかマジか。何がいらん。この中で何がいらん。これを一回置いて。おーい。牛のハムブロックすごかったな。島屋で帰ろう。お、氷が張っとる。こっちから帰ろう。でい。よし。一時はどうなることかと思った。遠くないか。しかしマップが広がったわい。マップが楽しいからこうちょっとわざと遠回りして帰ったりしてしまうな。これは雪の上を歩いてる音気持ちいいな。ええな、この辺の雪。うん、気持ちがいい。雪を取ったことはあるんちゃうかな、一応。あ、実はここもクリーパーで、ボーンって、一回爆発したんやけど。もう岩見えてるとかかわいそうやと思って埋めたわ。家の近くでも何でもなかったけど気使って埋めたわ。あそこはかっこいいな。ガッてこうなってるとこ、あそこかっこいいわ。さっ、うらぁ、ボケ。優しいでしょ。うわ、高。筋肉番付で見たことある。反り立つ壁みたいな。あ、めっちゃ過ぎとった。作動機微がなければ気づかんとこやった。ふぅ、ちょっと畑が気になるけどまず寝よう。ほんまや、マップがあったんや。サンジャンか。こんなとこかな今日は。よーし。おお。びっくりした。俺の思ってた感じと全然違うわ。そんなか。あら、そう。めっちゃええやん。こんな育つの。
くりした。こんな育つんや。もう栽培だけでええやん、こんな、ここまで育つんやったら。育ちすぎやな、どっちか言うたら。よっ。はあ、びっくりした。これは育てんのはまだまだかな。いや、びっくりした。ちょっと日当たり悪なるやん、こんな。こんなことされたら。うわ、びっくりした。黄色くなれば OK。 おお、なるほど、切って、あ、足場かなんか作って、切った木をバンバン切りまくって、落ちたやつが自動的にここに流れてくるみたいな。そんなことも作ろう。動物！こら！なるほどなぁ。こいつ、何やったんやろな。旦那育ったんやろ、この日。松明の明かりのせいかな。柵も作るか。へぇー、なるほどね。面白いな。これでもこんな育つ思わんかった、いきなり。こういう木ってどうなんの、これ。邪魔やねんけどな。草。残る草が邪魔やわ。燃やそう。うわ。うわ、怖っ。あ、まだ木あるやん。木は欲しいね、木は。はっ。なっ。いた。おお。よう思えるわ。おお。落ちてきた。すごいな。あ、残ったな。燃え残ったな。もう勝手に消えていきよう。なるほどな。ここまだか。踏まれとるな、動物に。こっち見とるな。やめろ。舐められとったな。骨が肥料になる。しかしアイテムがいっぱいになってきた。確かにサトウキビそんな使い道ないな。あとは砂糖が作れるのか。
骨あるよ。これか。骨の粉が肥料になる。よし。じゃあこのあんまり育ってない方。はっ。ええー。魔法やん。株式会社魔法やろこれ。これ素手でいける。おいおい、しかもまた種が。すげえ。マジで。すげえ。あら、あら、そう。でも、こいつ、こいつも頑張ってきてたのにな。へぇ。そうかい。いいよ。なんかこっちも伸びてきたな、もう。増えすぎた。こんないらんのに。よし。ああ。よし。小麦でパンが作れる。ほんまや、ブレッド。こりゃいいな。はぁ、なるほどな。わかったわかった。いいじゃないの。じゃあもう、森も簡単に作れるな、あんな魔法が使えるんやったら。今日はマップ作って農作業というのを覚えたぞ。この辺にしようかな。うん、今日も面白かった。面白いゲームや。犬を仲間っていうのもね、やってみたいんやけど、まだ犬に出会ったことがないわ。よし。今来ちゃった。残念。じゃあ終わりますよ。今日土曜日やったっけ。しんどいな。うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあまたそのうち。